茨城町の広浦港より日沼は、茨城県中部の鉾田市、東茨城郡茨城町、大洗町にまたがる中川水系の寄水湖。日沼は、東茨城台地、鹿島台地に囲まれたところに位置し、上流から、笠間市を水源とする日沼川や大谷川などが流れ込む。下流側では、日沼川が中川に合流し、 そのすぐ先で海と通じており、満潮時には海水が日沼川を逆流し、淡水と海水が混ざり合う寄水湖となっている。また、中川の氾濫時には淡水が日沼に流れ込み、地形的に遊水地とも言える。なお国や県では日沼川の一部分という見解が一般的である。流域面積。 439平方キロメートル、湖面積9.30平方キロメートル、流域人口約16万千人。しじみの生産が盛んであり、ヒヌマ沿岸では直売営業所も見られる。また、マハゼなどの魚の量も盛んである。ヒヌマ北部に、ヒヌマ自然公園などの公園施設がある。また、釣りやキャンプ、ウィンドサーフィンなどのレジャーなどに利用される。ヒヌマでは、 398種の植物が確認されている。昭和40年代までは、ヨシやマコモなどの水生植物が群生していた。しかし、下記に示す湿地の干拓や、コンクリート護岸工事などによって、群生地が減少。水葵、水わらび、タコのアシュが絶滅の危機に瀕している。ヒヌマでは、86種の鳥類が確認されている。ヒヌマでは、 シジミや小魚が豊富であり、カモやカリなどの水鳥が多く見られる。また、シギや、チドリなどの渡り鳥が、湿地などによく見られる。さらに、冬場には、猛禽類であるオオアシやオジロワシも見られる時がある。ヒヌマでは、105種の魚類が確認されている。ヒヌマは、全国的に珍しいキス水コであるため、フナ、ナマズなどの淡水魚やハゼ、ボラなどの海遊魚など、 多種多様な魚を見ることができる。上魚の種類が日本で最も豊富な故障として知られる。また西の太平洋側の南原としても知られる。ヒヌマでは国のレッドリストで絶滅危惧愛類に指定されているヒヌマイトトンボというイトトンボの一種が確認されている。ヒヌマでは大和しじみの全国的な産地となっている。しかし、五岸工事などで年々漁獲効が低下している。 縄文時代、海水面が上昇し、日沼周辺では入り江であった。その後、入り江の入り口が川の土砂、中川の自然堤防によって塞がれ日沼ができた。江戸時代では、東北や中川流域から物資を運ぶルートとして利用され、内川周りと言われるルートの一部であった。さらに、水戸藩が、松波勘十郎に、日沼西部の海老沢から、共川流域の紅葉まで、 1> 約1 0トルを結ぶ紅葉運河や日沼川から大抜きまでの約1キロメートルを結ぶ大抜き運河を掘らせたが失敗に終わった。明治時代に入ってからも大久保利道が大谷川から北浦の流入河川である鉾田川を結ぶ国家計画に着手したが暗殺により頓挫した。今でも鉾田市内に 切り通しの後を見ることができる。1927年により、日沼干拓が始まり、前谷、広浦、船戸、馬割、東長寺、宮ヶ崎と干拓され、水田として利用された。2015年5月28日、国際的に重要な湿地の保全を目指す、ラムサール条約に登録された。過去10年間の科学的酸素要求量の値の、動き AB 国土地理院。 平成26年全国都道府県市区町村別面積町故障面積2015年3月22日閲覧 AB 地元の人は下日沼川と呼ぶこのことを縄文改新というありがとうございます